はい、皆さんこんにちは。今日はボールとの距離ですね、距離を測る練習をしていきます。必要なのはラケットとボール1球、あまり難しいことはしません、まあ、よくあるボールとラケットを使った慣れの練習ですね。こういうことを皆さんやられると思います。まあ、基本的にはこれができてれば問題はないです。でもこうやって近くてもできちゃうんですよね。やりにくいですけど、まあ、これを防ぎたいのでここでは一つ決まり事を作っておきます。ラケットの真ん中ではなく、真ん中っていうと、まあ、大体ここになりますよね。でここでボールを打ちません。ここよりも少し先の方ですね。で打てた方がいいので、まあ、ここでできてるかどうか、これだとなかなかでちゃんとできてるのできてないの判断難しいですよね。初心者の方はなおさら難しいと思うので、ここでは持ち方は何でもいいです。すいません、持ち方は何でもいいので連続してボールを打つのではなく一回挟みます。左手と右手で、すいません、ラケットと左手で挟みます。で挟んだ時にラケットの少し先の方で挟むことができてたら OK。 ここでボールを打てるようにしてみましょう。挟む挟む挟む、意外とこれが近い方って根元でやっちゃってるんですよね。根元ね、ここだといいショット、いいトップスピンというのは打てないので根元ではなくラケットの先の方になります。今ちょっとずれましたね、さっきここになっちゃいましたね。ここで捉えると良くないので狙ったところで挟めるようにしていきます。バックハンドも基本的には同じ場所で打つことになるんで左手で短く持ってください。そして短く持った状態でもラケットの先の方で挟める、ここですね、先の方で挟める、ここの距離感を大事にしてください。こう、こう、あ、ちょっと根元でしたね。こうなってはいけません。でラケットの先の方で挟むんですけど体に近いといけませんね。ラケットの先の方で挟んでるんですけど体に近い、これだともちろん触れないですね、ラケット。なので体から遠いところ、遠いところで挟む挟む、体から遠いところで腕を伸ばしたまま挟めるようにこのように練習をしてみてください。このように練習していくと打つ時の距離感というのが分かってきます。ですのでラケットの先の方で挟む、遠いところで挟むというのに注意しながらこちらを練習してみてください。では皆さんのコメントお待ちしております。ありがとうございました。はい、プレミアム版のお知らせです。 YouTube はですね、なかなかこう細かく取り組めないことをプレミアム版でですね、プログラムを含めて取り組んでいます。ぜひそちらの方もお申し込みください。